みんなが笑顔でいられるようにより頑張りますイエーイこの間は助けてくれてありがとうやっぱり 困っときはお互い様々だよねこれからも一緒に助け合っていけたらいいな指切りなんて久しぶりだったよ 誰かに頼れるって嬉しいな。ケシ君もどんどん私を頼ってね。なんだったんだろう。あの気持ち胸の奥がキュッ。 って、苦しくなってああもうわかんないよー岸くんに聞いたらわかるのかなウフ <laughs> ダメだー想像しただけでなんかドキドキしちゃう <laughs> お医者さんに行ってみようかなあーでもなー… うんうん分かんないよあの夢何だったんだろう夢の中でも岸君は優しかったな私もあんなふうになりたい しっぽはダメだっていったのにおわびにえっと甘まいものがたべたいななんてね。 きな大会の前だからって緊張してたのかも岸く君が言ってくれた通りにいつものあたしで後藤会ぜんで頑張ってくるね くん応援に来てくれてありがとう聞こえたよ岸んの声ちゃんと私に届いたよやっぱり私岸んがいてくれたらできないかもって思ったことだってやりきれちゃうみたい胸の奥からすっごい力が湧いてくるの。 いつか私もきしくんがすっごい力を出せるような人になりたいなドキドキが力に変わった キシ君を見てたらもっと強くならなきゃって優しい笑顔をずっとずっと守りたいからだから見ててねキシ君約束だよ 誰も困ったりしないような、そんな世界になったらいいな。そのためにも、私もっと強くなるよ岸君、一緒にみんなの笑顔を守っていこうね なら世界だって変えられそうだよどんな人助けも一つ一つ積み重ねていけばきっとほら特訓と同じかなーってそんな気がするんだ キシ君のそばにいると、なんだかドキドキして落ち着かないよ。どこかにお出かけして気分転換しよっと。ねえねえ、岸シ君も一緒に行くあ、でもそしたらあたし、ドキドキしっぱなしだ。ううん。キシ君といたいけど、どうしよう。 決めた岸君と離れて一人でいるより岸君のそばでドキドキしてる方がいいやほらほら行こうふう <laughs> やっぱりドキドキするよー